京都へ追い出す。どうもミスター京都アッキーです。久しぶりに焼肉が食いたいなということで焼肉ランチに食べに来ました。河原町五条と烏丸五条の間にあるジュージューカルビ、こちらでランチを食べていきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。ということでこちらです、ジュージューカルビ。昼はねもう食べ放題、あるんかないか知らんけど、今日はあのランチ定食食べたいと思います。これランチ、うわすごい、これダイナマイトカルビランチ、これ行こうか。よし、行ってみよう。もう俺は決めた、今日はこれ、ダイナマイトカルビランチ、これいきます。これカレーも食いんだよ、これ食べ飲み放題、スープ、カレー、これなんかとろとろしもうカレーは飲み物です。よし、これでは、とりあえずね、肉来るまでカレー、これめっちゃうまそう、あのスパイス入れました、辛い、こんな真っ黒の焼肉屋のカレーって何でか知らないけどうまいね、これで、このわかめスープ、わかめたっぷり、このご飯はビール飲むんで、少ないんだということで、2つあるの大人のやみつきこれ5、あ、2つ入れれんねや、両方入れた、醤油だよ。よし、名前とカルビランチ、名前とカルビ、これにこういう感じです。あれに生ビール、それじゃあいただいていきます。楽しみや、名前とカルビランチ、いただきます。うまそうだよ、これうまそうだな、ボリュームあんな、これ 500g あんちゃうかな、これごっついかな、これもまあまあボリュームあるよ、これもまあまあボリュームある、よし、焼いていきます。これおねうちやわ、店員さんがね、サラダとキムチもありますよっていうことで、言われたんで、これも食べ放題にありますんで取ってきました。大根サラダ、ドレッシングはニンニク効いてバリバリうまい。ニンニク食べれへんし、ちょっときついかもしれない。肉はいい感じに燃えてきたんで、逆に、うわ
これはうまそうやな、これ。うわ、ちょっと焦げたな。ちょっと撮影してる間に焦げた。これ、すごい油乗ってんね、これ。うまそうやわ、これ。うん。その焼けるまでに、ご飯をね、カレーにちょっと投入して、カレーライス食べます。わかめとかも入れ放題だから、あんまり無理入れないから、うん、食べていいだろう。肉いくよ。まずもう普通のカルビから、普通のジューシューカルビ。ありがとうございます。ジューシューカルビいただきますけど、これ油乗ってめちゃくちゃくらい。はい、これご飯足らない。これこれが至福のひとときってやつですか。すごいだろうね。焼けてきたんでダイナマイトカルビ食います。これで切るんやけど、俺はもう切らない、切らない、このままいくから。贅沢食いですよ、男の贅沢食い。おい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 アプリの一本贅沢食いいきます。油がめちゃくちゃ乗ってて、すごい、めちゃくちゃ美味しい。視聴者の皆さん、申し訳ないです。めちゃくちゃうまいです。この値段で、このボリュームで食べ放題。残りはもう切ります。残りは切ります。はい。もう食べにくいことが分かったんで、切ります。カルビも食っていくよ、カルビも。うん、うまい。カルビ柔らかい。普通のカルビ柔らかいわ。私、スイッチオン。なんか知らんけど、出てこない、聞こえなかったの。出てきたけど、出てきた、出てきたけど。
あ、下手くそ、これ下手くそ、もう、まだ連続だ、分かる分かる。こんなんやったことないからね、ちゃんとね、2回こうやってスタート入れたんやけど、こんな私いいです、僕甘いもんあんまいらないんでちょうどいいです、これ。あ、懐かしい、わたらしの味です、もうこれ納得です。うん、ご飯ちょっとおかわりしてくれば、うん、食べてみたいと思います。ということで、昼から超贅沢なランチをいただいてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、これ日本1058円のランチ食べてきたけど、これね、あと杏仁豆腐とかかき氷とかも食べ放題です。サラダにご飯にスープにキムチに、カレー、それも食べ放題で1058円、やばないですか、ここのランチ。ほんでこれももう 500g ぐらいあるかっていうぐらいの量で、ほんであのカルビも単品で言うたんですけど、それも脂が乗ってね、非常にお値打ち価格、もう大満足の昼ご飯でした。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。